ます。よーはい。今までのアクションというのは、まず分かりやすさが重視されるので、綺麗に見える距離感、一番パンチを伸びきる、受ける方もしっかり受けたって分かるっていうような、本当に初歩的な見せ方があるんですけど、それを全部崩して。普通だったら、まあ、怪我しないように、相手にちょっと分かりやすいようにパンチとか出したりするんですけど、今回はもう全く違って、相手がちょっとでも気を抜いた瞬間に出すみたいな、相手の隙を狙っていく、攻撃を出していたのでなんかこうつけられた立ち回りをそのリズムを持ってやっていくというよりもそのリズムを崩していくというかちょっとこうやって手合わせしてここの動きですねって確認したものを一回なんか忘れるというか捨てる作業をお互いやっていたような気がしますね。やっぱりアクションだとやることっていうのは決められているので次ここ行ったらもう次こっち殴るこっち殴るっていうのが予定調和になってしまいがちなんですけど実際の戦いの中ではそんなことは絶対ありえないので相手に打たれやすい位置と打たれにくい位置っていうのが実際あるのでお互いにそこの位置を取らせないようにそこに入られたら逆にそこから前を少し外すっていうのを自然にやってもらったんですね。それはやっぱりそこまで体に染み込んでる人じゃないとできない動きであって本気で戦ってるように見せるっていうことはそういう行間をしっかりと描かないと本気で戦ってるようには見えないんですね。まあ、通常とか今までだったら相手の顔があったとしたら顔をワンツーって殴るにしても距離を空けてワンツーを打つもしくは顔があったら顔を外したところでも明らかに当たらないところで打っていったりとかしてたんですけどもお互いも顔面にパンチが当たったりとかまあでもそれぐらい今までやってきたそのまた違うものを作りたいっていうところではなんか提出できたんじゃないかなとは。リアルな技を使うだけだとリアルには見えないんですよ。なんでリアルな状況を演出しないとリアルに見えないんです。絶対に理想通りの戦いにっていうのはならないのでなるべく困難な方向に状況を作り込む。僕と川本君はおそらくリアルだと思ってお互いやっていたような気がします。動きが毎回違うんですよ。足を取りに来ようとしたりとかそれに対して僕も取られまいだから実際にこう接触しているところではなくてもずっと気が張っていた状態のアクション現場でしたね。